け、本当に任せて OK なもんで、うん、話すけど、うん、OK ですか。はい、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 ミカの気分上々始まります。イエーイ、フフなんはい、始まりましたね。はい、今日はですね、ゲスト様すごいでしょ、今日ハートかぶってるけど。ハートの宣伝なのかわいいでしょ、ハートです。はい、今日はハートグラム静岡の代表、山崎智則さん。はい、よろしくお願いします。はい、そして、広報の松永雅美さんです。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、拍手嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、先に私忘れちゃうといけないので支援バナースポンサー様のご紹介をさせていただきます。はい、はい、ではペットの総合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。つかちゃんの癒しタイム様、ありがとうございます。大人が輝く背中を見せる梅チャンネルの松原美里様、ね、愛を歌う教会育ちのシンガソングライター平様、はい、ウルトラ車検1万3000静岡検索してください。はい、ありがとうございます。ドラムレッスンやってます、スタジオミミック様、ありがとうございます。はい、静岡今夜町ラーメンダンボ様、いつも緑がいっぱい増田グリーン様、はい、お願いします。はい、身につけるだけで体感アップテラスパワー様モグ先生、缶お買い上げありがとうだ様、エコかっこエコスマイルって書いてありますけど、いいでしょうか。はい、はい、浜松の神エステサロン、サロンドピュール様、そして、地域参加型テレビ掛川 TV 配信開始様ですかね。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。以上のスポンサー様のご協力で会津テレビは成り立っております。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、はい、このハートかわいいな、これかぶります。後でね、後でこっそりと、ね、後でこっそり待って了解する、後で撮ってください。拡散します。拡散ありがとう。あ、で、これお、コメントいきなりですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おっと、おこれはみゆきさん、はい、小林さん、みゆきさん、はい、ハートグラマーですね、うん、仲間の静岡にしが広がりつつあるので、たくさんの方に知ってほしいし、ね、体験して助けになると良いですね。いよいよ今日ですね、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい、イエーイはーい、で、早速なんですけど、はい、あのハートグラマーで、何ですよね。なんでこれ被ってるのっていう、何やのこれっていう、人間の性格っていうのは、まあ、大きく分けて5つのタイプに分かれると言われてまして、はい、まあ、心理学の世界で言うと、まあ、あの名前がついてるんですけど、それをカードで簡単に診断できますよという、これがハートグラムというカードになります。で、こちらですね、これにしましょうか。ハートグラム、うん、イエス、ノーに分けていただくものになりまして、うん、このようなね、あのカードがいろいろありますので、これに対してイエスなのかノーなのか分けていただくと、それだけでもうその人の個性が分かってしまうという、まあ、優れもののカードになります。はい、はい、これね、私、はい、先にやってもらったんですけど、結果知らないんですよ。そうなんですよね。なんで、まあ、今日結果を、はい、発表してくれるんですよ、ね。そうですね、お楽しみ、はい、すごい怖いんですけど、ドキドキですよね。すみません、お願いします。はい、汗も出てきてる。すみません。はい、お願いします。いいですか？ちなみに、はい、あ、で、これをね、これをやる方たち、うん、どういう方たちがね、うん、あの向いてるかっていうと、うん、まず例えば営業マンの方が、うん、まあ、顧客のお客様とのコミュニケーションを図る一つのツールにしてください、うんうんうん、とか、あ、保険ですとか、あと恋人募集中の方、婚活中の方、はい、
こう間近にね、ぐっと引き寄せるチャンスになりますね。はい、あとは何がありますよね、山崎さん。そうですね、あとはカウンセラーさんなんかは ね、すごく相性がいいんじゃないかなと思いますし、はい、結婚相談所の方であれば、はい、もうどんどん使っていただいて、ね、自分のところにこう入れていただいて、山崎さん、はい、そういう笑顔、山崎さん、笑顔、笑顔ね笑っちゃう、すいません、ね、はい、なので入り口はとっても、うん、広いんですね。そうだね、カウンセラーがカウンセラーって一本なのかもしれないけども、うん、いろんな方向から診断ができちゃって、まあ、万能のカードになりますので、そうだね、ちょっとねこれ持っとくとすごく便利なカードになる、万能カード、万能カード、はい、はいはい、それでお役立ちですね。はい、美香さんね、事前にやっていただいて、はい、やっていただいております、はい、で実は結果をここで公表させていただくと、すごいのあります、いいですか、すごいのある、いいですか、ちょっと待って、ちょっと待って、心の準備が必要、大丈夫ですよ、ないよね、時間がかかるから、やめてください、いいですか、公表してください、いいですか、はい、いきますよ、いいのを期待します、いいですか、じゃあでは行きます、はい、これが美香さんのハートグラムの結果です、結果になります、はい、今ね、何これっていう声がありますから、うん、じゃあ説明していきましょうか、これは私の方でね、はい、はい、人間が5つの脳になっちゃうね、この状態です、はい、ちょっとじゃあ上に上げさせてもらって、はい、じゃあ行きます、まずさっきね5つ人間の性格にはあるよって言ったと思います、それがこの絵柄に出てますね、犬、天使、キリギリス、アリ、そして裁判官と、この5つがあります。それぞれの、説明すると長くなっちゃうので、まあ、ここはスパッと行きたいところなんですが、まず、美香さんの場合はこの天使が5枚というね、この天使が5ある人ってね、優しさの塊なんですよ、愛情の塊です、はい、やだ、やだ、美香ちゃん、嬉しいな、だからいつも美香さんの番組ってノリがいいし盛り上がるわけですよですね。そしてこのキリギリスが4枚あります。キリギリスが4枚あるということは汗だくなってる、もう汗だくですか、一度ストップしますか、いいです、いいです、進めてください。キリギリスが4あるということはノリがいい方なんです、営業向きでもあるんです、性格的に、はい、はい、今までね、美香さんの番組見ていただいた方はもう多分この2つ見ただけで、ああなるほどって思うんですよ。だから楽しいこと大好きな人なんです、美香さんって。そうですね、そうですね、はい、はいはい、でもう人に対して、オープンマインドっていうんですかね、自分をさらけ出すことが何の抵抗もない方なんです。そんなことない、はい、はい、そうですか、いやいや、いいです、出しちゃってください、いいです、出しちゃってください、はい、そしてじゃあちょっとこの下の方見ていきましょうかね、はい、アリさんが3枚あります。このアリさんっていうのは細かさとか緻密さですね、だからこれが多い人ってすごい細かいこと得意なんです、プログラミングとか SE さんがこれ多いですね、やらせると。で3枚あるということはまあちょっと細かいことだったら全然得意にできちゃうっていう人なんです。だから簡単なホームページを作れと言われたら多分できる人です。うん。そんな感じで。できないけど今は。できないけど今。やればできる。やれば、やればできるっていう感じ、ね。やればできる子。うん。やればできる子。すごいやればできる子というか。本当ですか？うん。だから全くもって、全くもって不得意ではございません。はい。うん。まあ大得意ってわけでもないかもしれないけど。はい、うん、これすり替えてないですよね、大丈夫ですよ、今のところいいんですけど、すごく、うん、すごく何もすり替えてございません。良かったです。そしてこの裁判官が4枚あります。はい、ここ注目ですよ、ここ注目ですよ、皆さん、はい、ここちょっと注目ですよ。実は美香さんは怒るとすごく怖い人なんです。怒って切れた人に対してはね、徹底的に噛みつく方です。美香、はい、さん、そうですかかもしれません、ブワーッとダメって思ったらいきます。もう言いたいことを徹底的に言い、普段は言わないですけど、うん、いきます、正直いきます。切れた時にはそうそう切れないですよね、うん、そうそう切れないですけど、切れません、そうそう切れません、これ5枚ある人ですから、そんな簡単に切れる人ではありません。だけど
切れたらちょっとあの怖い方ですね。みんな下がれみたいな。みんな下がっとけ、危ないよみたいな方ですね。でね、こういう方ですから、人に人とね接するにも割とまあ、いい意味で自信持って接することができる方だろうと思います。どうですか美香さん、うん、いやいや、なんかいいのばっかりで、いいのばっかりで裁判官もね、ちょっとたまに傷だけど、たまに傷だけど、実はちょっと、たまに、いやでもたまに傷って言っても自己主張ちゃんと持ってるってことだから、これはこれでいいかもしれません。逆にこれが少ない人って自己主張ができない人なので、で今から言う犬との関わりで、これで自己主張ができるできないの見抜けてしまうので、いいですか。じゃあここ次のポイントです。はい、ミカさんは実はこの犬というカードが3枚あります。だから今まですごく僕褒めてきたんですけど、実はちょっとですよ、実は繊細なところがあります。ぐさっと来た時にちょっとだけね、はぁ、みたいな感じになって、なんかへこむ、へこむ、へこむ、へこむだけで笑ってもてでもへこむけど復活早いよ若干ただへこむ回数はまあまあ多いかなっていう気も、へこむけどすぐ復活する、へこむけど復活するみたいな、そういうことかな。そうですね、そうですね、これ3と4ということはへこんでもこの辺で復活してきますから、かなり波ある人ですね、私は、まあ、波があるかもしれない、そうだと思うんですけど、本当にこういう、だから基本的にはもう見ての通りのオープンマインドを徹底的に自分の意見から何からちゃんと通せる人なんですけど、まあ時にちょっとへこむかなっていう、そんな感じのね、ちょっと可愛いところあるってことです、はい、そう可愛いところがあるっていう、よかったです女性が自分で言っちゃう、そう言ってもらおうかと思って、いやそれも女性らしいところになるっていうことですよ、はい、ちょっと自分に自信を増したくなったちょっと言ってもらおうと思って、素晴らしい、もう非常に素敵な美香さんの配列を今ちょっと説明させてもらいました。あんまり素敵って言われたことないから、美香さん感想どうですか、結果を初めて聞いて、自分の予想と照らし合わせて、いやもう予想も何もないですからね、ですよね、なんともこうにも、どうにも褒められたけど、なんか落とされたけど、持ち上げられてみたいな、そんな私落としたかな、落としてないんですけど、いやでもこれ、私自分で当たってるって言っていいんですかね、でも確かに当たってると思うよ、てかね、結局自分だと当たってると言えるのかどうなのか分かんない、でもここはね、確かにこう波はね、分かるんですよ、自分で、なんか裁判官腹立つ。そう、それがね、裁判官なんですよ。見てください、この絵。見るからに、黙りなさいくらいの感じ。裁判官っていうのがね、で、この絵がね、また特徴的なんですけど、アリとキリギリスの皆さん、動画ご存知だと思いますけど、アリさんというのはコツコツね、貯める人ですし、キリギリスさんというのは、それこそノリに任せて、という方でもあるし、ここを見ていただければ分かると思います。天使というのは優しい方なんです。うるさい。じゃあ、その犬と対になっているのってあるんですか？犬と対になっているの、いろいろ見方があって、例えば犬と裁判官見るとこの人って自己主張ができる人なのか、それとも自分の意見を引っ込めちゃう人なのかっていうのも見れるし、逆だったらってことですよね。そう、もしこれが逆だったらどちらかというと自分の意見は引っ込めちゃう人です。そしてこの天使と裁判官で見るんであれば、その優しい人なのか厳しい人なのか、微妙だね、そうすると、どっちもだね、だけど美香さんの場合は5対4なので天使が勝ってますから基本的には優しい方です。もしこれが逆になると、例えばクレーマーとかサイコパスとかね、聞いたことある、危ないよ、ゴーゴーだったら怖いねでもね、います、ゴーゴーっていう人、そういるんだ、同じっていう人は結構います、同じ数、マックス5です、25枚のカードがあって5、それぞれ5ずつがありますので、5がマックスになります。だから美香さんはもう天使5枚ということは天使マックスということなんです、天使マックスわけわかんないで、
あのこれ実はですね、適色見るのもあのできます、うん、あの例えばなんですけど、例えば、キリギリスが多い人っていうのは、うん、営業行けばバンバン取ってくる人なんです、うん、はい。逆にアリさん多い人っていうのは営業行ってもダメです。あの、うん、どちらかというとあの内勤っていうんですかね、うん、あの事務の仕事だとか経理だとか、あのそういったものが向く方ですね。コツコツですもんね。そしてこの天使が多い人、あの福祉職にはもううってつけです。はい、あのカウンセラーさんとか、保育士さんなんかももう当然これがね、うん、なければやってられない人ですね。はい。そしてこれが多い人、管理職とか経営者向けです。これがないと経営者はやっぱりやってられないので、うん、時に切らなきゃな。そしてこのワンちゃんは何か、これが多い人はもうサラリーマンです、完全に、うんうん、はい。だからよくあのこの犬を見ると、あの大体会社の役職どこかっていうのも比較的見えます、うん、分かりますね、はい。多い人ほど下に行きます、少ないと上に行きます、そんな傾向がある。真ん中だね、はい、真ん中だね、はい、真ん中だね。この先からどっちでも行ける。あのその時の環境とか、うん、何か新しいことを始めた時とか、うん、あの、はい、随時ねこれ環境変わってくるので、うん、あの頻繁にやってみるとね楽しいですよ、はい、うん、はい、数ヶ月に1回逆になっちゃった、ね、あの数ヶ月に1回やると、まあ、ちょこちょこ変わっていたりはします。そうですね、はい、うん、でも大幅には変わらない、たまにあります、あの大幅に変わる人、うん、例えばこれが3枚あったのに、うん、いきなりゼロになってたりとか、うん、あ、ゼロもあるんだ。これが、はいはい、例えば、ゼロだったのが2枚くらいになったりとか、うん、でこういう人にどうしたのって話を聞くと、例えば失恋しましたとか、うん、はい、自信なくなし、あのちょっと自信な、あのなんか仕事で大ミスして、うん、あの自信なくしちゃいましたみたいな、うんうん、逆にあの管理職になるとあのこれが一気にボーンって増えたりとかね、うんうん、っていうこともありますね。はい、このようなね、診断で、はい、美香さんのこの次もまた楽しみですね、はい、どういう風になるのか、はい、そうですね、すごい変わってることもそう、うん、でこのようにね、うん、そうそう、そう、宣伝させ、解説させてもらったんですけど、皆さんね、これすごく今山崎さんが話したのすごいプロ級の言葉だと思いませんでした。実はこれあの答えがですねちゃんと乗っているので、はい、入り口がすごく優しいんですよ。いいかもしれないけど、そのまんま覚えれば大丈夫なので、うん、皆さんがこれを習いたい、ハートグラム習いたいよという時にもう答えが出てますので、あの入り口がとっても簡単、うんうん、なので全然、まあ、心理の知識ないよとか自信ないよという人でも簡単にこれは誰でもハートグラム持つことができます。使います。私たちの中でハートグラマーと、はい、グラマーと、まあ、言ってはいますけれど、はい、あのおかげさまでハートグラム静岡増えました ね、うん、ね、もう10人以上、これ実はあの、はい、持ってもらって実際に使ってらっしゃる方がいらっしゃる、はい、ね、使われている方がいらっしゃるということですね、はい、うん、でイベントもちょこちょこ、はいはいはい、やらせていただいてますので、はいはいはい、告知いいですかね。はい、はい、うん、お願いします。こちら今日、うん、いますね、はい、来ちゃいます、いらっしゃいますね、どうぞ、ね、どうぞ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いやいや、もうせっかくですから、ご本人さん、はい、いらっしゃいませ、はい、はい、まさか、まさか巻き込まれるとは、うん、いいんですよ、こんなあれになるとはドキッと、あ、こっちです、この後ろ、後ろ、後ろ、お邪魔します。はい、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 大丈夫かな。はい、どうぞ。ご紹介もして、はい、していただいてもいいですか。はい、はい、じゃあお名前を。あの小沢と言います。あの、はい、静岡市の駿河区で結婚相談所のカウンセラーをしております。はい、はい、あのこのハートグラムに出会って、はい、あの会員さんとのお話もだいぶ楽になりましたし、はい、的確なこのアドバイスができるようになったかなって。あの思いますので、今度会員さんとあの別の新しい方に向けてもあのサービスとしてちょっと6月の3日の日曜日に、はい、富士宮で、はい、あのイベントをさせていただきますので、
もし興味のある方は、あの、別に会員になるとかならないとかそういうことじゃなくって、いろんな悩みの糸口が見つかればいいなと思いますので、はい、富士宮駅から歩いて5分ぐらい、あのスタジオガーデンというところがあるんですけど、駐車場もありますので、ぜひお越しください。6月3日開けといてくださいね、皆さん。よろしくお願いします。はい、はい、すみません、突然お邪魔しました。いいですか、ここにじゃあ、東澤さんもハートグラマーになっていただいて、はい、あと私たちの方で、6月10日の日曜日ですね、清水のドリープラにて、マルシェがありますので、そちらの方も参加させていただきます。はい、今日あれですか、マルシェのあれですか、清水のマルシェの、はい、そう、主催者の方が今日、木村さん、そう、何時でしょう、4時半かな、ゆずはんですかね、はい、うん、に今日あの、はい、出ていらしてる、いらしてるので同時に見ていただけるとありがたいです、はい、お願いします、はい、お願いします。で、とこのマルシェにはハートグラマー5人くらいゾロゾロゾロっといますので、はい、つまらないね、じゃあね、あの、選び放題、選び放題、選び放題、私この人にするわ、私するわっていう直感で、私全員、ね、全員のところでやれば全部全部ね、一人一人読み方違ったらなんか妙そう、それでね、でも5回やって、うん、5回とも違ったら怖いね、怖いですね、そうね、違ったらね、そうそう変わらないと思うんですけど、それぞれね、あの、私たちも伝える側の、何でもそうですけど、個性ってやっぱありますので、ただどこの入り口からね伝えていくかっていうのはね、あの、人それぞれありますけどね、はい、やだ、イベントを各種展開してますので ね、はい、実際 ねこういう、あの、ちょっと見にくいかな、相性表なんてのもね、このセットの中についていますのでね、どのキャラとどのキャラが相性いいのかっていうのもね、あの、見ていただくこともできますから、特にあの、婚活中の、ね、男女の方、これ使っていただくと、誰と結婚すれば私は幸せになれるのかとか、ね、あの、そういったことも見えてきますので、はい、ぜひぜひ使っていただければなと、じゃあこれはもうイベントに行ってちょっと、うん、ね、まあね、まだ静岡で10人ぐらいの方しかいらっしゃらないですよね。そうですね、なんか県ない、まあ県ないですね、うん、あとハートガルム静岡というのが、静岡っていうふうについてるのがね、はい、47都道府県 で、 あの、我々だけです、静岡だけなんですね。あ、そうなんですか、はい、うん、そう、ハートグラムね、他の県、関東とか、あの、東海とか関西っていうのはあるんですけど、あるんだけれども、はい、県名がついてるの、県名がついてるのは静岡初です、お、はい、初、なんかね、はい、この間から初新しいものはどん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 ここ取り入れないと、まあ、初物をなんか初物、はい、初物パレード、はい、初物パレードでございます。で、初だからね、あの、自分が、あ、欲しいと思って、ね、ね、自己したのもあるしね、はい、こうやってね、はい、いろんな、あの、お仕事に実際に生かしてくださってるね、小沢さんみたいにね、なんかすごい、いらっしゃってね、ありがたいです。こうやってね、私たちね、やっぱりこのハートグラムを広めたいっていうのがね、まずコンセプトとしてあるので、あの、どういう形でね、小沢さんとか仕事に活かすイベントで使う、まあ、いろんな方法がありますので、ぜひ ね、皆さんもいかがでしょうか。はい、はい、で、こちらのハートグラムなんですけど、はい、あ、これじゃないか、あ、これだけ、よし、いいですか、よし、はい、よし、はい、いただきます、はい、ハートグラムなんですけど、あれですね、うん、こちら、お勉強されたいって方、はいはい、フェイスブックの、はい、ハートグラム静岡を、はい、検索していただければ、はい、あの、セミナーの日程、はい、勉強会の日程を載せていますので、はい、はい、あの、そちらの方から、はい、あの、参加、はい、あの、表明していただければありがたいです。あと、あれですか、あの、実際診断をやってもらいたいわっていう方も同じでいいですか。大丈夫です。あ、そうですね、あ、はい、おお、じゃあ、皆さん、よかったらハートグラムになっちゃえば、みんな止まるから忙しくなっちゃうし、これもうもういっぱいいっぱいなっちゃえばいいのに、一回待つから怖いんで、次の時になっちゃえばいいのに、全世界に勧誘行動、そうだよ、そしたらみなちゃんも広げてくれればいいよ、ここから配信して毎回ここでハートグラムこうやっていいじゃん、そうしよう、今日誰やだ、今日は一人またこういうのを使いましたみたいなね今日も引っかかったぜみたいな、引っかかったじゃないよ、ちゃんと診断してもらってくださいね、ちゃんと
まあでもすごいね。うん、いろんなね、体のことをね、占ったり、ね、心と体の健康もできる。できる、これで。これ実際ですね、どういう配列の人が鬱になりやすいかっていうのも分かります。分かりますね。はい、まあ、あくまでも傾向なんですけどね。うんうん、まあ、こういう方がいらっしゃいますよとか、こういう人がちょっと。こういう風な感じよねっていうのね、うん。でもそれを参考にしてね、気をつけていただければ ね、うん、ね、いいなと思いますもんね。はい。はい。はい、あのですね、早いですよ。早いです。あっという間ですね。本当ですね。来るね、来るね、来たね、来たんです。もう時間ですか？もう時間ですね。ミカちゃんの来るんですよ。来たんですよ。これで終わっちゃいますね。私の診断で。これで結構。皆さん、私の診断で終わっちゃって。実際こういうね、結果をもとにね、お話する方が、皆さんにもね、視聴者の皆さんにも分かりやすい。嬉しいね。嬉しいな、これ。はい。はい。もう悪くても全然もう、あ、そうか、っていう。そうだし、生きてる。大丈夫、はい、褒めるとこあり、うん、落としてます、ね、はい、はい、はい、ではもうそろそろすいません、はい、またね、お話ししたいなと思うんですけど、そろそろお時間なので、はい、本日はハートグルーム静岡の山崎さんと、はい、広報の松永さん、はい、そして小沢さん、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。次は次に生かしたあいつ、よろしくお願いします。はい、はい、どうも。